アルトリウスの元ネタ、元ローマの軍人龍です。さあ本日なんですが、昨日今日かの0時にね、実装になりましたストラクチャーデッキ聖騎士の栄光というね、このストラクチャーのカードを使ってやっていこうかなと思います。皆さんもね、買えますんで、よかったら買っていただきたいんですが、結構強いですね。今勝率だけで言うと、レジェンド隊だった、レジェンドじゃない、キング隊なんですけど、今さっきやってたのはもうこれ終わっちゃいましたけど、キング隊だとね、こんな感じっす。結構10戦なんか8勝くらいしてるんで、まあそこそこ強いんじゃないかなと思ってて、でですね、そちらの今回は聖騎士デッキをね、紹介していきたいと思うんですが、新しく追加されたモンスターいくつかいまして、まずですね、ジジイ、伝説の予言者のジジイ、強いです。非常に強い。自身をリリースするとデッキから聖騎士モンスター相手は特殊召喚できるよという、効果で、墓地のこのカードを除外すると、聖騎士のシンクロモンスターか、墓地の、間違えた、エクシーズモンスターを、特殊召喚できる。でこの効果は相手なんでも発動できると。でこれ何ができるかっていうと、マーリンで、出してきて、でモルドレッドって昔からいたんですけど、これ覚えてますか皆さんね。自身しかいなくて装備されているとレベル5になってデッキからなんか聖騎士出してこれるよみたいな効果なんですけど、これで、ボールス出してくるんですよ。でボールスめっちゃ強くて、これめっちゃ強いんですよ。これどこで技術的んだ、これ効果入ってるのか、あ効果入ってるんだ、なるほど。これ、ね、昔からいたんですけど、こいつも、ま、モルドレッドと同じで、装備カード装備してるとレベル5になって交換モンスターになると。で自分のメインフェーズに、デッキから聖剣カード3枚を見せて、その中から1枚相手が選んで、選んだカードを手札に加えて、その残り2枚を墓地に送るっていう、すごい強いんですよね。2枚肥やして1枚サーチなんで、めっちゃ強いんですよ。で、こいつら両方とも装備していると聖剣を、レベル5にできるんですよ。なので、5エクシーズができるんですね、簡単に言うと。だから、モルドレッドに装備してこれ出してきて、で、装備 こいつが装備するから5になって、で持ってきて装備をまたこいつに装備して、で55にしてエクシーズ召喚すると。で、こいつのそのアイダーン のエクシーズ召喚効果とかが使えるのは、これサクリファイスエスケープっていう、いわゆる例えば、ドッキー部隊撃たれましたとか、因果切断撃たれましたとかいう時って逃げれないじゃないですか。で本当だったら対象に取れなくする制限があるんですけど、今回デュエルリンクスではないので、結構サクリファイスエスケープが鍵になってきて、レベル5出しといてエクシーズしなくていいで置いといて、でコズミックサイクロンにチェーンして周りに効果でエクシーズ召喚するとかいうことができるんですよ。だからまあ守れるってことですね。魔法トラップとモンスターを守れるってことですね、マーリンは。だからこれは強いです、非常に。だからあえてエクシーズ召喚しないっていう選択肢も取れるってことですね。でエクシーズモンスター効果説明しとくと、これねすごく優秀なんですよ。まず5の方のアルトリウス、これ同じ人なんですけどね同じ人なんですけど、5のエクシーズの方は、エクシーズ召喚に成功すると自分の持ちの装備魔法カード聖剣を3種類、装備することができるよと。まあ、2種類でも1種類でもいいです。で、一旦に一度、オーバーレイユニットを使うと相手を破壊する、相手じゃなくてもいいけどモンスターを破壊するっていう効果、強いですね。除去持ってるんで、除去持ってるやっぱエクシーズ珍しいんでね、現状リンクスは非常に優秀で、このカードがフィールドから墓地を変えるとレベル4以下の聖騎士を、レベル4以上の、聖騎士を特殊召喚できるよっていうことで、先制維持もできると。で、こっちはね、魔法トラップ破壊する方、騎士召喚成功したら、3枚対象にとって装備できるんだけど、オーバーレイユニットを使うと魔法トラップカードを聖剣カードの数まで破壊できると。だからこっちが魔法トラップ破壊して、でこっちがモンスター破壊するって覚えておけばいいです。とても優秀ですね、これ。使い、なんだろうな、使い道が2つ両方ともちょっと役割違うんで、両方ともまあ出すことは結構あるんですよ。で、ギミック的にはこいつがめちゃくちゃ強くて、このトラップカード、自分のフィールド上の聖剣装備魔法カードの数だけデッキの上からカードをめくって、その中から1枚手札に加えるよっていう効果ももちろん強いんですよ。これもちろんですよ、サーチ効果っていうか、まあ、実質サーチ効果っていうか、まあこういう効果があるんで強いんですけども、これ2番がめちゃくちゃ強い。これ墓地を置かれたターンには発動できないんだけど、墓地から除外して効果発動するカードで、墓地のこのカードを除外して同盟カードが自分のフィールド墓地に存在しない聖騎士モンスター一体をデッキから特殊召喚すると。これデッキからトリスタンとか出したり、まあもちろんモルドレッドとかボールス出したりできるんですよ。これがすごく強いですね。でボールスで落としてるんですよ、このカード、聖剣カードだから。3枚、宣言して聖剣カード、例えばギギネブラ、ギネビアと
ギギネブラってモンスターハンターね、ギネビアと、未来となんか天命とか宣言したら、まあもちろんこの天あの未来が来ちゃうこともあるけど、手札に、結構さ、そのギネビアが手札に来て、未来と天命が墓地をくれるみたいなことが起きるんで、でエクシードしたら回収できるから、あの結局装備できるから、あの墓地のカードをね、こいつらがっていうギミック、すごく優秀ですね。で安定感もかなり出ました。まあマーリンでモルトレット6枚対戦できるし、装備カードも今1,2,3,4,5,6,7枚入ってるんで、6枚と7枚のカードを1枚ずつ引けばいいっていうことは結構強いんですよ。でボールスも結構小になるんで、意外とこいつ結構強いんですよ。なんで実質 1,2,3,4,5,6,7,8 枚と7枚の中から1枚ずつみたいな感じなんで、かなり強いです、かなり強い。でバック除去がね一番やっぱこの敵辛いんで、嵐戦士たちの草原と嵐、これで装備もちろん打点上がるんですけど、装備じゃねえや、草原があるとなんですけど、この、草原があることによって嵐のコストが増えるんで、魔法トラップ3枚破壊できたりするんですよ。結構ねバックがやっぱなんだかんだ辛いし、あと聖剣って破壊されたらもう一回戻ってくるじゃないですか、フィールドに。だからかなり相性がいいですね。これダブルサイクロンとかでもいいんだけど、やっぱね眼性まだちょっと多いから、まあ嵐の方が強いかなっていう感じがしていますといったところ。ちょっと説明長くなってすいません、早速ねデュエルをやっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、斉藤拓磨選手、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。絶対運命力、なるほど。マーリンですね。さあマーリンの召喚で、じいちゃんの効果発動。じいちゃんの効果に、俺聖騎士のさストーリー性あんまりよく知らないんですけど、これなんかあれですかね、あの家族みたいな感じですか。違います、なんかおじいちゃんとエクシーズモンスターがお父さんで、こいつらの息子みたいな感じだったら嬉しい。で、天命の制限でやで、天命の制限装備して、モルドレットは装備されている場合高画モンスターとして扱う。そしてボールスを特殊化し、天命の制限を破壊し、天命の制限の効果ボールスに装備し直す。そして、ボールスの効果発動、デッキから制限カードを3枚相手に見せつけて、ランダムに1枚選ばして、その中から1枚手札に加えることができる。そして残りのカード2枚は墓地に送る。さあこれによってしっかりトラップカードがね、これね、まあ、強いんですよね。この未来がマジで未来って感じ、語彙力なすすぎだろ。マーリンいるんで、このまんまエンドですね。エクシーズ召喚自体はですね、マーリンがいると墓地から除外することによって相手なんでも別に打てるんですよ、かっぽいですよ。なんでまあその辺は、相手のコズミックサイクロンとか、あと相手のなんかそのなんだろうな、カードの効果にチェーンした方がいい。まあこういうことが起きるんですよね、こういうことが起きる。でボムスパイダー効果発動で、ちなみにチェーンするとエクシーズモンスターの効果はタイミング逃すんで注意。ゴルドってお前それはしょうがないか。伝説の預言者マーリンの効果、フィールドのレベル5モンスター2体を使って相手ターンにエクシーズ召喚をすることができる。現れろ守備表示でいい、親父頼んだぞ親父。タイミングを残すんだけど、アロンダイトと天命はどっちも別に勝手に帰ってこれるから、タイミングは逃してもいい別に。これね、タイミング逃さなければね、なんか結構好きなように墓地の装備カード装備できたんですけども、基本的にはフィールド上の魔法トラップをもう一回セットというか装備し直すっていう感じになると思います。さとりあえず、セットしていく。さバトルフェーズに入るのがターン終了、いいだろう、ターン終了、なるほど、ターン終了ね。はい、カリバーン、なるほど、カリバーン、なるほど。アロンダイト発動、アロンダイトの効果によって相手のセットカードを1枚破壊する。あー強い、こういうこと起きんだ、すげえ。まあ、しょうがないか。まあ、でもトラップカード使おう。聖剣の導く未来を発動。墓地フィールドに存在していない聖騎士モンスターをデッキから特殊召喚することができる。現れよ、聖騎士トリスタン。そして、天命の聖剣と、さらに、アロンダイトの効果も発動。さあ、このカードが2枚とも墓地に送られた場合、フィールド上の聖騎士モンスターに装備し直すことができる。よし、そしてトリスタンの効果、装備カードが装備された場合、相手の、まあ相手ってか、まあ自分もなんだけど、表側のカードを破壊する、かっこ強制効果、
これは強制効果なんで注意してください。強制効果だとね、自分のカードを割らないといけないこともあるんでね、装備カードを割ればいいんですよ、基本的には。っていうこともあるんで、注意をしていただきたい。そうする。よし！よし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 。で、デスペラード、リボルバードラゴンの効果。さあ、ツインバレルドラゴンを持ってくる、いいだろう。そして、聖剣アロンダイトを発動。相手のセットカードを破壊する。結集めんどくせえな。結集めんどくせえな。なるほど。なるほど。結集割っといた方が良さそうな気がするな。モルドレット召喚して、このターンで削りきれませんもんね。このターンで削りきれませんもんね。このターンで削りきれませんもんね。500上がって、500上がって、削りきれないから、500上がっても100足りない。いや、惜しすぎる。あまりにも惜しかった。これがね、周りにもう一回、もう一枚あれば、なんとかなったんですけど、とりあえずじゃあもう、結集はもう破壊していった方がいいんじゃないかな。まあ、とりあえず、カリバーンだけ装備しまして、で、これは4、こっちダメだ、こっちじゃない、こっちだ。レベル4にしないといけないから、こうで、で、500回復していく。で、僕のね、家庭ね、複雑なんでね、お父さん2人いるんですよ。聖騎士王、アルトリウスを特殊召喚、アルトリウスの効果を発動。墓地の聖剣装備魔法カードをなんかいっぱい装備できる。全部装備しちゃってもいい気がするけどな。全部装備しようか。全部装備しちゃって、全部装備して裏目あるか。全部装備して裏目、多分大丈夫だと思うんだけどな。で、ペッペッペッペーってやってアロンダイト使う必要ない。聖騎士をアルトリウスの効果、フィールドの聖騎士カードの数だけ相手の装備カードを破壊していく。バコーン、オッケー。そしてカリバーンの効果で回復、バトルフェーズでシャオラー。ただですね、これデスペラードが万が一できると、ちょ、若干突破できないかもしれないんで、これもしかしたらアロンダイト装備しなくてもあったかな。もしかしたらアロンダイト装備する必要ないかもしれないですね。はい、いいでしょう。で、ドロガラティーン、なるほど、ガラティーンまだチェーンあるのか。ちょっと回復するわ。回復して、回復、なんだこれ、ざけんなよ、ざけんなよ。これ出しとけよかったな。じゃあ、まあ、先にモンスター出しとくべきでしたけど、まあいいや。同じことするか。聖騎士モルドレットの召喚、モルドレットに装備していく。そしてモルドレットが装備されている場合、効果モンスターとして扱う。モルドレットのモンスター効果、デッキから聖騎士ボールスを特殊召喚し、ガラティーンを破壊。そしてガラティーンが破壊された場合の効果、装備し直すことができる。さあ、ボールスの効果は使えないが、墓地のギネビアの効果、ギネビアによって特殊召喚してレベル5が2体来るぞ。ユーマ、いけ、親父を特殊召喚、息子と息子でオーバーレイネットワークを構築。そしてアルトリウスのモンスター効果、墓地の聖剣魔法スタートも3枚選んで装備することができるぜ、おれやー。そして親父の効果、エクシーズ素材を1つ取り除き、相手のモンスターやばい、時間がない、バトルベース、あぶい。これめちゃくちゃある。聖騎士デッキね、操作量多くてタイムレスコンボマジで注意。さあ、お相手の方、コトリッピーよろしくお願いします。デュエル3倍、コトリッピー珍しいね。コトリッピー何やったっけ、スキル、いいや。聖騎士ボールスを召喚、ボールスに天命の聖剣を装備。そしてこれは嵐あるから、まあ結構強いんじゃないかと思うんだけども、聖騎士ボールスの効果を発動。ギギネブラと、ギギネブラってなんだっけ、モンスターハンターだ。モンスターハンターだった。で、これとこれを相手に見せつけて、なんかリンゴマシンゴーゴーみたいな感じですかね、感覚的には。でですね、ギギネブラを装備しておくことによって、戦闘したらなんか相手のモンスターぶっ壊せるみたいな効果が得た。よし。で、嵐でバックは3枚破壊できる。で、効果でも破壊されないし、戦闘でも1回破壊されない。強い。そうね、ギギネブラがまあ強いんだよね、またこれ。結構ね、この盤面は割と硬いです。結構。今何が起きてるかっていうと、天命の聖剣で効果破壊、手がないとか、OK。効果破壊することも、まあ1回無効にできるし、
戦闘破壊も一回無効にできるよと。で、ギギネブラの効果によって、相手のモンスター戦闘をする場合、ダメージステップ開始時に、破壊できるっていう対象ドローンで破壊で、コキュートスがね、ありがたいことに禁止になりますんでね12月の15日くらいから、あと2週間くらいあるけど、禁止になりますんで、まあ、結構ね見れるデッキが増えたかなとは思いますが、さあちょっとね、格の違いを見せていきたい。エクシーズデッキとしての、とりあえず、聖剣の輝く未来を発動してトリスタンを特殊召喚、そしてですねこれで嵐でぶっ壊していくっていう感じですね。さあモルドレッド聞いた、いけ最強カード嵐、自分のフィールド上の魔法トラップカードを全て破壊し、破壊した数まで可能な限り相手フィールド上の魔法トラップカードを選んで破壊することができる。 OK、 アマかけるテラナイト変身していく、まあ、あれは多分神聖なる因子と見た。さあバコーンって破壊して、でこれとこれを破壊していく、バコーン OK、 で天命の聖剣の効果、トリスタンでいいな、トリスタン、いやでもボールスに装備しないとレベル5なんねえか。でボールスに装備してレベル5にして、レベル5にしてゲート5にしてモルドレッド出して、速攻魔法を使って装備させて5-5にしてだな。先に出さないといけないな、モルドレッド召喚して、だってこれ使ったらダメだな、これ使ったらね、モルドレッド召喚して、ちょっと待ってね、順番間違えたら済むから、映画の騎士団で装備するのが、だから、聖騎士モルドレッドにして、これですね。で、装備したレベル5になった。で、効果発動して回復する。で、ギギネブラ発動か。ギギネブラ発動。ギギネブラ発動して破壊して、で、ゴーエクシーズして破壊して、OK。で、トリスタンに装備。ギギネブラが装備された場合、トリスタンの効果、表側のカードを1枚破壊することができる。そして、レベル5が2体。来るぞ、ユーマ。俺は息子と息子でオーバーネットワークを構築、エクシーズ召喚で親父の効果、墓地の最強のマジックカードを2枚装備し直すことができる、キュイーン。そして親父の効果、息子を墓地に送って息子を生贄に捧げ相手を破壊する、バトルフェイス強い強い、ダメ、理想ムーブ取れたわ、これは強かった。エクシーズ次元としてのね、格の違いをね見せつけてやりましたよ。対戦ありがとうございました。さあお相手の方、虫眼鏡さんよろしくお願いします。ギルさん、バイ東海オンエアの方ですね。マーリンを召喚してマーリンの効果を発動、モルドレットを特殊召喚、そして天命の聖剣を装備、一応2枚コンボではあるんですけど、この動きね、まあ、言うてですね、モルドレッド、まあ、実質6枚入ってるみたいなもんなんで結構揃うんですよね。で、ソメホも1枚全部で7枚入ってるんで、まあ、6枚と7枚の、カードを1枚ずつ引けばいいという話なんで、まあ、そこそこ、確率高く揃えることはできますよと。たまにね、なんだろう、緑一色とか竜衣装みたいなね、竜衣装のハンドとか、あとはうんこみたいな茶色しか来ないみたいなハンドとかは来ますけど、たまにこれはまあちょっとエクシーズしちゃおっかな、アロンナイト、難しいな、エクシーズしようか。ちょっとですね、アロンナイトこれ難しいんだよね、これいつエクシーズするか。まあマーリンの効果でいつでもエクシーズはできるんですよこれ今で、アルトリウス効果、まあその要は今こういうアロンナイトの生命装備しておきたいみたいなパターンの時はエクシーズしちゃった方がいいっていう話なんですけど、ちょっとねここでエクシーズするかはかなり難しい、デッキによるって感じかな。今エクシーズしたいと、もしかしたら、タイミング逃してアロンダイト装備できないっていうパターンあるんでね、やばやばいモンスター来たよ。戦色モンスターと戦闘からダメージ計算時にこのカードの攻撃力守備力はそのダメージ計算時の2000アップするとかいう激ヤバ、やばい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 ってそれは。もうさ、実装初日からマジでメタルをやめよ、性格悪いよそれは、どうなってんだよ、おかしいだろ。